ようこそこんにちは、文房具クリエイターみすずです。2022年ももうすぐ終わっちゃいますね。皆さんにとって今年はどんな1年でしたか？来年はどんな年にしたいですか？私はみすずをいろんなところで応援してくれるみんなに楽しんでもらえるような、喜んでもらえるような発信を引き続き頑張りたいなと思っています。ちなみにその一つとして、年が明けてすぐ公式 LINE から年賀状を送る予定です。概要欄に LINE アカウントのリンクを貼っておくので、受け取ってくれる人は今のうちに登録しておいてね。そして今日の動画は、年末にふさわしく2022ベストバイ、今年買った文房具の中から特にお気に入りのアイテムを10個紹介しちゃいます。ぜひ最後まで見て、よかったらあなたのベストバイもコメントで教えてね。最初に紹介するのはジェットストリーム。有名なボールペンで知ってる人も多いだろうし、このペンの書き心地の良さはもう言わなくても伝わるよね。それでもベストバイに選んだ理由が、このくすみカラー。綺麗な水色でもないけどグレーでもない、あまりにも程よすぎる色合いがめちゃくちゃお気に入り。しかもグリップ部分はウッド調で、これがまた可愛いんです。今まで使ってたこっちのジェットストリームも大好きな青だし、就活とか仕事でも使えたし、これはこれで良かったけど、くすみカラーのおかげでギラギラゴツゴツした印象がなくなって、レディース寄りになったかな。最近はノックオンにまで配慮したボールペンも増えてる分、そういえばこれはノックオンがほんのちょっと大きい気はしなくもないけど、まあ私は全然気にならないなーって感じです。早速活躍してもらってます。次に紹介するのは、みんな大好き無印のチェックリスト。トゥードゥーリスト欲しいなー、なんかいいのないかなっていう気持ちを抱えながら無印に行ったら、たまたま発見したのがこちらです。無難に毎日その日やることを書いて使ってもいいんだけど、それだとすぐなくなっちゃうのがもったいないのと、手帳に細かいタスクをメモしちゃってるのとで、私は違う使い方をしてます。具体的に言うと、少し時間のかかるような規模の大きいやりたいことがあって、それを達成するために必要なトゥードゥを細かく分けて書いているような感じ。実行できるようになるまでは手帳に挟んでキープしておけばいいし、いざやるぞってなった時はその週のページにドカッと貼ったら見えるようになる。一枠に一行ドーンと書いてもいいし、タスクのメモを二行目に書いてもいい。こんな感じで自分の好きなように使い方が工夫できるところも気に入ってます。ちなみにペリペリ剥がすタイプではあるけど、付箋みたいなのりはついてないから、手帳やノートに貼るならマステとか丸シールがあってもいいかもしれません。次に紹介するのは丸みの付箋。サイズ絶妙、カラー絶妙、デザイン絶妙の3拍子揃ってるなーって思うお気に入りの付箋です。どのサイズも4色セットになってて、カラーは3テーマ。ネーミングも情景が浮かんでめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。一番小さいサイズはマンスリーページに動くかもしれない予定を貼ったり、デコレーションの素材としても使えたりしそう。真ん中のサイズはノートとかに貼ってもそこまで邪魔しなさそうなちょうどいいサイズ。私はメモを書いて手帳に貼って使ってるんだけど、どちらかというと縦長に貼ってることの方が多いかも。大きいサイズはたっぷりメモしたい時に便利です。これも私はメモとして手帳にドーンと貼ったり、伝言を残したい時に使ったりしてます。学生さんは授業のポイントを書いてまとめとして貼っておいたら、復習がスムーズにできそうな感じ。次に紹介するのはドクターグリップエース。いつ買ったかも覚えてないくらい前から使ってた超お気に入りのドクターグリップが、ある日突然なぜか使えなくなって、フォロワーさんに慰めてもらいながら泣く泣く手放した代わりに買ったのがこれです。芯が折れにくいペン先になってるんだけど、私はもともと筆圧そんなに強くないから、そこは正直どっちでもよくって、それに関係なくこのシュッとしてない丸っこい先っぽが可愛くて結構気に入ってます。ラス1サインっていう機能もあって、芯が残り1本になったら教えてくれるらしいです。勉強みたいにガリガリ使わないから芯がなかなか減らないんだけど、
早くラス位置になってサインが見たいから補充しないようにしてます。そしてグリップは疲れにくいって書いてあるけど、普通のドクターグリップよりは硬いので、あの柔らかい感じを想像しているなら要注意です。学生さんとかで長い時間ずっと同じシャーペンで書きたい、強く握って書く癖があるって人は手が痛くなっちゃうかもしれないから、グリップがもう少し柔らかいものを選んでもいいかもしれません。次に紹介するのはライトホワイト。正直に言うとこれ実は2022年に買ったかちょっと覚えてないんですが、あまりにも質問が来るのでここで紹介させてください。一見ノートに見えるんだけど、中を開くとホワイトボードがノートみたいに閉じられてるっていうホワイトボードノート。消して何回も書けるからページはそんなに多くないんですが、ウィークリーページで計画を立てながらフリーページでアイディアをメモしたりとか、話し合いの場でちょこっと書いて説明したくなった時に使うとか、人によって場面によって使い方をいくらでも工夫できちゃうのもいいところ。これまたいい水色だなぁと思ってたら、 OL さんでもあり暮らし系インスタグラマーさんでもあるあやさん監修のコラボカラーでした。雑貨やアパレルもプロデュースされているあやさん、そりゃあこんな素敵なアイテムが生まれますよね。どこで買ったんですかとよく聞かれるこのアイテム、近所の文房具屋さんで買っちゃって具体的には教えられないので、概要欄にこのアイテムも置いてある私のセレクトショップの URL を貼っておきます。よかったらチェックしてみてね。次に紹介するのはブレン。おすすめボールペン何ですかと聞かれるたび、ずっと名前を出しているボールペン。以前アップしたこの動画でも紹介してます。黒一色のは会社員をしていた2年前にコンビニでたまたま見つけて使ってたんですが、2022年は3色入りのにも手を出したので今年のベストバイにカウントさせてください。いらないものが一切ない、すっきり洗練されたデザインと、重心が下げられていることによる抜群の書きやすさと安定感がお気に入りポイント。一色のはノック音とこのノックしてる時の動きもなんか好きだし、3色のは黒を探すのに手間取らない一工夫がすごく便利。最近こういうボールペン増えてきましたよね。気がついたらなんか5本も買っちゃってたし、どんどん使って新しいのが出てきた時に備えないとと思っている今日この頃です。次に紹介するのはスティッキーノート。みすず大好きみどりさんから発売されている付箋です。一つの付箋の中に単色、クラフト紙、枠付きの3種類が入ってる優れもの。もちろん使いたい柄から選んで使えるんだけど、この3種類の中にクラフト紙をチョイスしてくるあたり、みどりさんさすが分かってらっしゃるなぁと勝手に感動しています。これ一つ持っておけばメモも取れるし、ちょっとした差し入れのメッセージも作れちゃうの、すごくないですか？ちなみに同じみどりさんから発売されているスタンプともサイズぴったりで相性抜群です。次に紹介するのは水玉ロールシール。ずっと気になってて文房具屋さんでつい最近見つけてやっと買えたアイテム。透け具合がとってもちょうどいいマスキングシールです。こういういろんな色がセットになってるアイテムって、私は使いそうにない色が一つでもあるとそれがなんかもったいなくて買うの迷っちゃうんだけど、これはどの青も好きすぎたからお店で見つけてすぐ買い物カゴに入れちゃいました。しかもこれただのロールシールじゃないんです。台紙にちょこちょこミシン目が入ってるから好きなところで切り取って持ち運べるの。ロールシールとかマステってどうしても厚みがあるから持ち運ぶとなると何か別の袋とかケースに入れなきゃいけないことも多いと思うんだけど、切り取っちゃえばその心配もなし。私も早速ワンシート切り取って手帳に挟んでみてるよ。スムーズに使うにはコツがいるけど、ロールの台紙がバラバラってならないようにビニールのゴムで留まってるのも地味に嬉しいポイントです。次に紹介するのはピュアライフダイアリー。私の SNS 見てくれてるとしょっちゅう目にするんじゃないかと思いますが、今年出会えて本当に良かったのでここでも紹介しちゃいます。やらなきゃいけないことじゃなくてやりたいと思うことに目を向ける、スケジュール管理をしないのが特徴の手帳です。私もフリーランスとして働いている中でどうしてもやるべき仕事に追われちゃうこともあります。
でもだからこそピュアライフダイアリーに力を借りながら目指したい理想の自分を描いて、それを叶えるために必要なことをする時間を1日5分でも確保する。そうすると気がついたら遠いなと思ってた理想が結構現実味を帯びてきたりするんです。そんなことできるの？と過去の私も思ってました。けどこうやって YouTube を始めたり、Instagram でたくさんのフォロワーさんに見てもらえたり、1年前の私には想像もできなかったことをしているのはこの手帳のおかげかもしれません。2023年版ももちろんゲットしましたよ。とりあえずここまで見てくれてありがとうございます。本当に嬉しいです。そしてこれがいよいよ最後のベストバイ、サニー手帳です。こんなに長く手帳を使ってきて、存在もずっと知ってたのに、なんで今まで買わなかったんだろうと思っちゃう、そんな手帳です。何よりビジュアルがいい、かわいい。見た目が好みのものってそれだけでテンション上がりませんか？上がりますよね。2022年はタスク管理をするために使ってたけど、このかわいい見た目を活かしたくなっちゃったので、10月あたりからはデコレーションを楽しみつつ、 SNS に関するあれこれを記録する用として使ってます。何冊もノートを持つのめんどくさいなーって人は、スケジュール管理もできる、タスク管理もできる、ノートとしても使える、このサニー手帳ぜひチェックしてみてほしいです。すぐ使える1月始まりもあるし、4月始まりもあるよ。ということで2022年最後はベストバイの動画でした。こうやって振り返ると、今年もそれはそれはたくさんの文房具と出会えて、本当に充実した1年だったなぁとしみじみしちゃいます。動画を見てくれているあなたは今年どんなお気に入りと出会いましたか？来年こそ欲しいアイテムはありますか？ぜひコメントで教えてください。私とおしゃべりしましょう。そして最初にも話したけど、年が明けてすぐに公式 LINE から年賀状をお届けしようかなと思っているので、概要欄の URL から友達追加ぜひよろしくお願いします。ついでにチャンネル登録もしてくれると嬉しいな。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。